あ、ヨシさん、はい、ついにこの内装ですよ。内装ね、待望の中に、今までね、なかなかのショーモデルでは内装がね、見れなかった、見れなかったんですが、はい、内装どうですか、ヨシさん。まずもう座ってますが、いや、めちゃめちゃいいです、ね、お、めちゃめちゃいい、質感がめっちゃ良くなった。お、もうこの旧型オーナーから見ても、あ、もう全然ね、こう世代の差を、はいはいはい、今見せつけられてるから、はいはい、はい、じゃあちょっとね、早速ちょっとエンジンを、エンジンに火を、スイッチを入れていただいて、いただきます。ははは。おーおーおー、ムツラ星。いいですね、ムツラ星が。ムツラ星出ましたね。いやね、まあ、今回やっぱり特徴的なこのね、でかい大きいモニター。まあ、そしてね、この車は、はい、GH なんです、あ、GTH なんですけども、はい、まあ、EX というあのものではないので、はい、そのね、前のメーターはね、はい、アナログのメーターですが、はい、EX というね、はい、仕様になると、まあ、そっちもねフル液晶になるというね、なるほど、ことでですね、まあ、今時感がね、増したと。まあ、やっぱりこうね、覚醒が、ね、ね、革新が、ね、はい、で、まあ、座ってやっぱりね、革新と言いながらもやはりですね、はい、私一番座って安心したのはやっぱりこの視界ですよ。そうです ね、やっぱりこんだけねデザイン良くなっても、うん、もう、ね、この三角窓とか ねもうまさにゼロジャンジンはもう1ミクロンも後退していないと、はい、いうことが前を見たらねそう感じます。もう まさにこう、なんだろう、運転席に座った時のこの包まれ感は、はい、あの私が乗ってるレヴォーグより全然ね、うんうん、あ、コクピット感みたいな、コクピット感が高いなっていう印象ではあるんですけど、はいはいはい、こうやっぱり、はいはい、見える視界がやっぱり、うん、そう、全然新型の方が、ね、視界いいなっていう印象ですね、はいはい、そう、なんか視界がいいので、はい、なんかね、いろんなとこもちろん新しいし質感も上がってるんですけども、うん、あ、でも座るだなみたいなね、うん、なんかこう新しいんですが、はい、やっぱりどっかに落ち着く我が家感といいますかね、はい、あ、なんかただいま感が、はい、ね、初めてでね、もちろん新しいね、うん、ですが、なんかこう、お、なんか違う、落ち着く、そう、ちょっと違う国に来ちゃったみたいなものはなくね、ないです ね、こんなね、はい、こういう刷新されても、はい、おー、スバル、スバルっていうね、うん、そこがやっぱり嬉しいとこですよね。そうですね、はい、あとこの、ね、シフトの位置がこうえらい ね、上に上がった、すごく上に、もう手を置いた時の、ね、ね、位置関係がすごくこう、うん、現行型だともうちょい下なんで、はいはいはい、自然というか、はいはい、手の動きが、ね、あとステアリングのこうデザインとか手応えどうですか。いや、手触りはもうね、おうおう、これあれかな、うん、スムースレザーかな、うんうんうん、めちゃめちゃ手触りが、うんうん、良さそうですね。あとはあれですかね、うん、個人的にはやっぱ、嬉しかったのはこう、はい、D シェイプが、あ、これね、下が平らのね、これがあの継承されてるね、レモングラスターが残ってて、はいはい、いいなっていう、はいはいはい、あとあれですかね、この青いステッチがこう、うん、インパネにもいっぱい、はいはい、こういう この細かい、たったこれだけのところに、うんうん、ちゃんとこうね、ステッチを入れるっていう配慮、はいはい、なんかそういう細かいところが ね、なんか力の入り加減がすごいですよ、ね、また増したということで、まだ STI スポーツだとまたこうね、ちょっとまだ変わってね、あの色が変わったりしますけども、うん、まあ、そういう細かいところ、そうです ね、あとこのね、やっぱりこの吹き出し口のね、形がね、えらいなんか変わったと言いますかね、なんかこの縦にね、おしゃれになって、そう、高くて、ただこう、なんだろう、今までこう見たことないから、今一つこう使い方がね、そう、これなんかねじって調整するこう、ね、ね、なんかもあったり、あ、なるほど、あ、ねじ、これで蓋をしちゃうんだな、多分ね、あ、はいはい、あの出したくない時に、ね、あ、なるほど、なるほど、はいはい、なんかそういうね、今までなんかこういうところになんかね、なんかあったけど、レバーみたいな、はいはい、いや、いいです ね、はいはい、そう、なんかこの車は、GTH なんですけども、はい、EX じゃないので、あの、うん、あのあれね、つながる機能ね、あの、スターリング、そうそうそう、はい、あれがちょっとまあついてないと、うん、いうことですけども、はい、そうですね、はいはい、あのあとはあれですかね、僕個人としては、はい、5代目レガシー以来、うん、久々に、うん、カップホルダーがよく、ああ、カップホルダーね、こうね、現行型はね、レボーがこうですけども、縦になってた、はいはいはい、横並びになったと、なるほど、まあ、これはね、まあ、まあ、ボディ克服のね、はい、まあ、メリットかしらと、これはもう、はいはい、おお、なるほどね、ついにと、はい、はいはい、使い方抜群にこっちの方がいいですか、ね、はいはいはい、はい、ということでね、あとまあこうね、まあ、振り返った時の視界がね、やっぱりこの、うん、あのリアの窓がやっぱりちょっと小さいかなというのはね、 あるんですが、はいはい、でもまあ振り返った印象で、あ、見えねえみたいなのはこう、そうですね、直感的に思わないので、はい、まあここはですね、やっぱりこう街を走ってね、うん、なんかごちゃごちゃっとした街を走らないとね、ちょっと、はい、なかなか本当のところは感じづらいですけども、まあまああのね、さ、こう最小限に、はい、なってんのかなというね、まあ、窓がちっちゃいのは確かなんですよ、このね、でもなんだろう、こう実際にこう振り返って後ろの視界を見ると、はい、ここが死角だと困るなっていうところがないので、
こう必要なところがちゃんと見えてるっていう印象ですね。はいはい、ちゃんとそう、ね、なんか周りにね、うん、人が立ってればそれがちゃんと見える穴のサイズにもしてるということでしたので、まあ、そこはね、まあ、大丈夫なのかなとね、うん、なんだ穴っていうかね窓がちっちゃいじゃんっていうところもね感じるかもしれませんが、うん、まあ、それちょっとね本当の進化は、ね、実際街を走んないとね、そうですね、まあ、今回もプロトタイプで今回はね、はい、ですけどもそういう感じでね、あとそうシートね、シートどうですか、シートめっちゃいいですね、シートね、もうこれ座った瞬間からね、からね、はい、この体のね、なんていうか体圧が、あそっちか、はいはい、この特に腰と背中の密着感、ね、これいいっすよね、はい、これ形状がだいぶ見直されてるかですよね、はい、STI スポーツもあの表記違うんですけど、はい、形状はこれらしいんですね、同じなんですね、うん、なのでこの掛け心地ね、まあ、それのね、あのウィンドウのスイッチあたりはちょっとね、まあ、今のインプレッサー的なね、はいはい、ところかなというね感じもありますからね、うん、まあ、この辺のね、あの室内灯とか、はい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 、あのこれはなんかちょっと違うかな、これ、ね、これ、ね、新しくなりましたね、これなんか新しいよね、なんかこれは新しくなりましたね、これ新しいよね、ここはね、イント系だけど、これは新しいよね、これはちょっとこれちょっと今僕感動しちゃう、すげえ。いや、あのね、この前のスビちゃんの愛車障害で、ね、暗いんですって話して、もう改善されてる、ねね、もうね、純正の段階で結構、ね、ちゃんとあの両方読書灯タイプなんだけど、うん、ちゃんと明るさも確保されてるっていう、うん、そうそうね、まあ、これはあすごい、これね、ついにというかついにか、うん、オーナー的にはこういう地味なところがおおってなるんですよね、改良されてる、はい、いや、もちろんこのね、大きい画面もおおなんですけど、はいはい、操作感、あ、そう、あ、操作かな、今さん、では操作をちょっとタッチパネル、初操作をお願いします。何を操作していいのか分からない。あ、まあ、いや、まあ、大体なんか、なんとなく。なんとなく。なんとなく。エアコンの操作。エアコンね。エアコン下の方にね。エアコンは、あ、これが。あ、それが温度ですよね。はいはい。なるほど。で、これ。エアコンかな。おー。これすごい。おー。おー。すごい。これはすごいですね。おー、今時だ。おー。ヒーター入れたかったらね。ヒーターね、おお、なんかこれあれなんですね、すごいすごい、もうレザーじゃなくてもヒーターが、そう、ついに今さんもう無理してね、レザーを買うことはないと、はい、まあ、買ってないんか、はい、なるほど、これ、ね、これいいですね、はいはい、椅子のシートもすごいリアルで、はいはいはい、ね、はいはい、はあ、なるほどね、あ、ははは、はい、いうことで、なるほどね、はいはい、はあ、これいいですね、使いやすくて、やっぱりね、なんかモニターでかいやつはやっぱいいっすよね、そうね、あとなんかこれね、今までのモデルとこう、あのこんなちっこいボタンでこうやって押して長押ししてとかってやってたのを、はいはい、ポポッとこう操作できるのは非常に、ね、あとやっぱハザードもなんかすごい押しやすそう、あ、ね、ここいいですね、ね、あ、なるほど、ね、こう押し込んで引っかかるタイプじゃないですね、うん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 、そうね、押せばいい、うん、でこう、あの今のね、フォレスターにもあるあのドライビング、あのドライバーの、ね、モニタリングシステム、地図ね、はい、ここからね、あの今ちょっとマスクをしてるからちょっとあれかもしれない、さすがにね、マスクはねちょっと邪魔らしいんですけども、はいはいはい、あの、まあ、それはね、あのスマホでもそうですもん、うん、そうね、なるほどね、はい、これすごいですね、はい、あ、アクセル解除とかもやっぱり出るんですね、あ、そうですよね、マルチファンクションのね、あの代わりのね、はいはいはい、やつが、はい、地図はね普通にはカーナビね、はいはい、あ、はいはい、まあ、見やすいですね、やっぱ大きいからね、そうですね、やっぱりね、ただ地図の画面の大きさも確かこの大きさだと見やすいなっていうのももちろんあるんですけど、はいはい、こう日常常にレヴォーグ乗ってる私がするとやっぱさっきのあの、うん、なんだろう、設定の画面がすっごい操作がしやすくなってる、うん、これはすごい ありがたいですね、うん、なるほどね、はいはい、え、いいですね、はいはいはい、これはすごく、はいはいはい、感動しますね、はいはい、はそしてこうね、はい、リアシートですよ、イモスさんどうですか、まずリアシート、今ね、私のポジションで、はい、結構後ろに目にしてあるんですけど、はいはい、何が驚いたの、とにかく広い、うん、後ろが広いですか、やっぱりこれね、うちのレヴォーグで、うん、僕の身長に合わせてシートをセットすると、うんうん、その状態で僕後ろ座ると、うん、まあ膝がほぼそうですか、ギリギリ当たるか当たんないかぐらいまでで、うん、結構窮屈なんですけど、うんうん、なのにもう腰1個入る、おこれはかなり、こう、ね、のびホイールベース、まあ、伸びた分とか、はいはいはい、中距離でも多分楽なんじゃないかなって、うんうん、はいはいはい、はい、そうですよね、あとやっぱりこうなんですかね、後席の快適性が大幅に、なんかやっぱシートやっぱりね、なんか前もそうですけど、はい、後ろもちょっと良くなりましたよね、良くなりましたね、このね、このやっぱケツと腰のね、うん、なんか密着感が、座り心地が、はいはい、あとはもう
エアコンが後ろのそうですよ、ね、ここに出るようになって、はいはい、これはでかいです、ね、あ、そうか、なかったよね前、はい、あとこのねあのシートヒーターも、ね、これあのフォレスターなんかはね、はいはい、旧型からやったりしてましたが、これがついにレボーグにも、ね、エアコンの風が出て、うん、携帯の充電ができてシートヒーターもついて、はいはい、もう至り尽くせ、もう岩尾さん安心してでね、弟子にこうねあの運転委ねて後ろで寝ながら、はい、あのここにモニターがあればもう完璧、ね、あのここにモニターどうしてもモニターを、うん、そうね、うん、そうすればもう完璧ね、これね、いいですね、うん、広いですし、はいはい、本当長距離快適に乗れると思います、はい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 、あお、はいはい、あ、なんかこのお、なんかアームレストのお、フィーリングが、お、アームレスト、アームレスト格納フィールが良くなりましたか、おなるほど、加工っていう、アームレスト格納フィールがね非常にいいですね、はいはいはい、はい、なるほどね、あとこのね、この、あのこれね、これね、はいはい、これ、これちょっと感動しましたね、これ、これね、こんなところにね、なんかこの何、コンビニフック的な、まあ、まあ、あれでしょうね、あのハンガーにスーツとかかかる、ああ、はいはいはい、そうね、あ、そうかそうか、そうね、このフック自体は、うん、まあ、うちのにもついてますけど、うん、こう格納できるっていうのは、うん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 、ね、これはね、これすごい、他の車でも見たことないですね、これね、もう出しっぱなしにならなくて、これなんか欲しいね、これ、これ、これだけで欲しいな、うちのうちの GJ にこれつけたい、流用、そう、ねえ、ねえ、ねえ、いいですね、はいはい、でこうじゃあ肝心なラゲッジ行きましょう、ラゲッジね、はい、ラゲッジ。はい、ではね、はい、まあ、やっぱりワゴンということで、はい、ラゲッジをね、ジをチェックしてください、はい、イモさん、はいはい、ちょっと、先生さん、ラゲッジも私、開けさせていただきます。はいはい、電動。電動。電動ね。ついに、はいはい、歴代ね、レガシーずっと乗ってきた私からすると、うん、もうこの電動がフォレスターやアウトバックにずっとついてたじゃないですか。悲願の電動。もうこれ、羨ましくて羨ましくて、ね。悲願の電動化ですよ。ついに電動で、なるほど、これはもう最高に欲しいです、ね、苦節30年ようやく、この長いか、はいはい、SGA フォレスターについたあたりからもう、なるほど、いいなって思ったんで、はいはい、これは素晴らしい、はいはいはい、もうラゲッジのスペースも、ね、うん、現行と比べて、はい、なんか機能中、うん、奥行きが容量は ね多分だいぶ増えてて、増えてる、あと開口部がすごいこうね、なんか ね、この辺かな、スクエアこの辺すごい広い感じがしますね、うん、こうちょっとすぼまってたんですよ、ね、うん、そうですよね、前はね、それがなくなったんで積み下ろしとかも多分楽になってると思うんですけど、はい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 、あとやっぱりこのサイドの、うん、このね、そう、このね、このくぼみはまあいろんなものを入れるっていうのと、はい、あとこうやっぱりワゴンなんで、はい、なんか荷物を出し入れすると、はい、まあ、そういう作業をしてる時に、まあ、暑いという時にコカ・コーラをパッとこう、ね、なるほど、ね、こう飲み上がる、我々の大好きなコカ・コーラを置いてこうまたこうね作業してコーラコーラっていうね、まあそういうコーラの、はいはい、コーラのための穴という狙い、うん、コーラしか入れちゃダメなん、うん、僕はそう解釈しました、うん、なるほど、まあ、入れちゃいけないことはもちろんないんだけどあのね、そういうね、なるほど、あの作業中のコーラ、ね、入れる、あのうちのね、今のレボーグとかだと、はい、こう、まあ、ポケットついてるんですけど、うん、こう下にまず掘ってないっていうのと、うんうんうん、これが半分ぐらいなんですよね、うん、でこうネットが縦についてるので、うん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 、ここにこうなんかこの幅のものを入れたりとかできないんです、ああそっか、逆にこう横幅のあるものを入れられるようになって、うんうん、すごいいいなっていう、ね、なるほどね、感じですね、はい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 、はい、でなんかちょっと床下どうなってるの、床下、はいはい、おーおおおでかすごい、これはね、まあ今時なんでね、スペアタイヤがないわけですが、はい、その空間をね、なんちゅうか、はいはい、あ、それ引っ掛けられるね、引っ掛けられる、でこうね、まあ、ジャッキアップのジャッキとか、まあ、従来通りの ね、ジャッキなんか変わってませんか、これジャッキね、うん、うちのは黒ですね、そうか、そうだ、はい、そうね、そうそう、色が変わってます、ね、なんか変わったね、ジャッキ、ね、でもこううちのはサブトランクこう2つあるんですけど、うん、奥のサブトランクの下なんですよ、うん、ジャッキ、うん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 、結構いろいろ出さないと、出そうだよね、ジャッキが出せだいぶ楽じゃない、そうね、こうやってもうパカッと開けたらすぐジャッキが出せる、はいはい、これは便利で、なるほど、いいですよね、はいはいはい、そしてね、まあこのね、夜のでかいこの、はい、ね、こんだけあれば、ね、まあね、何を入れるかはね、まあ人それぞれ ね、あると思いますがね。マリさん何を？僕だったらそうね、なんかこう、なんやろうな、なんかこう、僕水物ね、やっぱ熱帯魚魚買ったりとか、はいはいはい、あるいはでかい魚運ぶとか、あるいはなんか水蓮買ってきたとか、なるほど。それね、あのこぼしたくないもの、水気のものとかね。はいはい、ラゲッジが濡れちゃ困るものを。そうそう、ま、万が一ひっくり返して、はい、シートとか床を濡らしたくないようなものを入れられそうだな、みたいな。うん、これだけ入る、セダンにも欲しい、あでもスペアタイヤ、スペ、うんうん、どっちを取るかね、うん、難しい、まあ人それぞれありますね、なるほど、はいはい、がすごいという感じにね、めっちゃ入ります、なったと、はい、
まあ、容積がね、まあ、単純に大きくなったのと開口部 ね、広くなって、まあね、そういうワゴン、そうです ね、まあ、ワゴンとしてのね、まあ、ワゴンね、井本さん長年のワゴンのね、はい、オーナーですから、使い勝手はなんかすごい良さそうですね、はいはいはい、こう、あの、これも健在で良かったです、あ、このね、倒すやつね、倒すやつ、ね、はいはいはい、はい、これもまだ、これもあの電気式だったっていうのも嬉しい、はいはい、おお、はいはい、電気式レガシー系はあのレバー、ああ、こうメカニカルにね、はい、はいはいはい、で、僕はもうずっと、なるほど、電気式なんで、はいはい、こういうところはこうスイッチになってこう、タッチとかは、ね、なるほどね、そして今こう先代のなんか後期型ぐらいから、はい、424かな、そうですね、分割のね、センタースルーが、はい、うちの GJ は64です、はい、はい、うちも64、あ、そうですか、あ、そうですか、はい、あ、なるほど、はいはい、はい、ということでね、はい、まあこのね外観を見ていきましたんで、はい、じゃあこの後ね、アイサイトとあとこうねハンドリングなんかも少し試せる、はい、チャンスがありますので、はい、そちらの方をまたチェックしていきたいと思います、はい、はい。